日関係法の制定を目指す全国の首長有志連盟が発足アメリカに次ぐ中国武器業者が拡大世界の工場を支える悪名高き女子刑務所アメリカウイグル強制労働防止法案が成立皆様こんばんは。 12月27日の D ニュース、小島智里がお伝えします。全国の有志の首長からなる日台共栄首長連盟の設立総会が23日、都内のホテルで開かれました。中国が台湾への軍事的威圧を強める中、連盟は政府外の連携強化を目指します。 設立総会では、北起人代表の石川県加賀市の宮本陸市長が挨拶をし、日本にもアメリカの台湾関係法のような法律があれば、日台間で安全保障を含む政府間対話が実現するようになると述べ、その意義を強調しました。アメリカは防衛目的の武器供与などを定めた台湾関係法を制定しています。 同連盟には現在全国の市町村の現職首長127人が参加しており同日の総会には42人が出席しましたまた自民党の高市早苗政調会長超党派の国会議員でつくる新台湾派の議員連盟日華議員懇談会の古谷啓治会長 台北中日経済文化代表者の李聖平副代表らも出席しました。総会には安倍晋三元首相から祝電が寄せられました。また台湾大使にあたる社長邸台北中日経済文化代表書代表からは草の根レベルの交流に協力してほしいなどとするビデオメッセージが寄せられました。 北起人代表の宮本氏は総会前の記者会見で安倍晋三元首相が今月1日の講演で台湾有事は日本有事だこの認識を習近平国家主席は断じて見誤るべきではないと発言したことに言及し台湾海峡の平和と安定を望む多くの人たちの気持ちを代弁したと述べました総会に出席した高市氏は 台湾が申請している TPP 加盟や WHO の年次総会へのオブザーバー参加に指示を表明しています。次のニュースです。中国の武器販売業者は年々その勢力を増し、2020年アメリカに次ぐ規模となったことが明らかになりました。ストックホルム国際平和研究所 SIPRI の新しい報告書によると、 2020年の世界の100大武器生産者の武器売上額のうち、中国企業5社の売上はおよそ13%を占めます。この5社の昨年売上額はおよそ668億ドル、約7兆6000億円で、2019年に比べて1.5%増加しました。いずれも国有企業であり、中国共産党のために事業を行っています。 また、この5社は売上トップ20に入り、そのうち3社はトップ10にも入りました。報告書は中国共産党の規制により、このような情報は公表を制限されることが多いため、この5社以外にも上位100社に入る中国企業が存在する可能性があると指摘しています。SIPRI のプレスリリースによると、 他の中国企業もトップ100にランクインするほど高い売上高を出しているかもしれないが、そのデータが不十分であると記されています。2020年、世界経済が3.1%を縮小したにもかかわらず、業界大手100社による武器と軍事サービスの売上高は1.3%増加しました。中国の国防部門が成長を続けているのは、 中国共産党が新しい軍事技術の開発と核兵器の拡張を全面的に推し進めているからです。SIPRI の報告書によると新技術、特に宇宙を利用したシステムがアメリカと中国の両方で売り上げを伸ばしているとのことです。また中国共産党の軍民融合政策は 中国の武器企業を世界のトップセールスのランクに押し上げる原動力となっていることも指摘しています。SIPRI の上級研究員である南ティアン氏は、この報告書について、中国は世界で最も先進的な軍事技術生産国に仲間入りしたとコメントしました。次のニュースです。中国共産党によるファールンゴン迫害を記録するウェブサイト、 ミンフィネットは76歳のバーヌンゴン学習者、リュウ・シュウカさんが死亡したと報じました。悪名高い両年省女子刑務所での6年の刑期を終えてから3日後のことでした。注目すべきなのは彼女の釈放が予定されていた11月9日より1週間以上早かったことです。リュウさんのような信仰を堅持したバーヌンゴン学習者が早期釈放されることは稀です。 しかし釈放され、監視が家まで送った際、彼女は記憶を失っていました。中国の刑務所制度は透明性に欠けるため、獄中で彼女に何があったのか、拷問を受けたのかどうか、大紀元が独自に確認することはできません。しかし、彼女の収監された遼寧省女子刑務所ではこれまで、唐辛子スプレーの使用、 感電死、強制労働、性的暴行、不明な薬物の注射、熱湯を浴びせるなどの拷問が行われ、少なくとも37人のバールンゴン学習者を迫害し死亡させ、他数名に精神異常や障害を負わせたことが民フイネット上で記録されています。12月4日、同刑務所から生還したバールンゴン学習者のジョイ・ガオさんは、 遼年省女子刑務所で当たり前になっているというバールンゴン迫害の実態について大紀元に語りました。彼女と同じ官房に収監された囚人たちは皆無給の強制労働に従事させられ国内向けの衣服の生産を行っていたそうです。彼女は中国共産党はバールンゴン学習者を迫害する中で刑務所を工業化した。 中国では刑務所はすべて生産基地であり、囚人は無給の労働力だ。中国は世界の工場だが、ちょっとした商品はほとんど刑務所で生産されたものだと語っています。ファールンゴンは1990年代前半に中国北部で公に伝えられた気候修練法です。座禅やゆっくりとした動作を含み、修練者は心・全、人を守ります。 パールンゴンは瞬く間に中国全土に広がり、1999年に中国共産党が迫害を開始する以前には、7000万人から1億人の人々がパールンゴンを愛好していたと言われています。最後のニュースです。今月23日、バイデン大統領が強制労働を理由に、中国新疆ウイグル自治区からの輸入を全面的に禁止する、 ウイグル強制労働防止法案に署名し、同法が成立しました。180日後にあたる2022年6月下旬に施行する予定とのことです。法案は同自治区の輸出品すべてが強制労働の下で生産されたと仮定しています。企業は輸出品が強制労働によるものではないと証明できなければ、アメリカ税関や国境警備局 CBP が輸入を差し止めます。 また強制労働を助長している海外の団体や個人への制裁も可能になるとのことですアメリカ政府は既に新疆ウイグル自治区の綿製品やトマト太陽光パネルの材料などを生産する中国企業からの輸入を一部禁じてきました同法の成立により現地を調達もうとする日本企業にも影響が出る恐れがあるといいます 法案をまとめたマルコルビオ上院議員は中国共産党による強制労働の責任を追求するためにアメリカがこれまでにとった最も重要でインパクトある行動だと述べ今後米中関係に根本的な変化が生じると声明で発表しました同法の遵守に向けてアメリカの半導体大手インテルは新疆ウイグル地区から製品を調達しないよう部品メーカーに要求していました しかし中国世論がこれに反発する姿勢を示したため、インテルは尊敬する中国の取引先や協力パートナー、公衆を困惑させたと中国の会員制交流サイトで謝罪を表明しています。これに対しアメリカホワイトハウスの先報道官は23日の記者会見で、 アメリカ企業は基本的人権を擁護したり抑圧を指摘したことについて謝罪の必要があると考えるべきではないとの見解を示しましたニュースは以上です寝室から様々な景色を見たいという妻のために開店する家を建てた男性がいましたボスニア北部の小さな町に住む男性ボジンクジックさん72歳は なんと6年間かけて愛する妻のために好きなように回転できる家を設計し建設しましたこの家は古い軍用輸送車の電気モーターと車輪を再利用して回転することができます回転式の家を建てたボディンさんは妻は日の出で目が覚めるように寝室を太陽に向けたいと言いましたその後妻はもっと多様な景色を見たいというので 妻が好きなように回せる回転式の家を建てることにしたと言います。それにより方角を気にせず部屋から日の出を見たり思い通りの光景が見ることができると言います。母仁さんは私は一人ですべてをやり遂げました。6年もやってきたのですから毎日少しずつ焦らずにやっていましたと語っています。この回転する家は最低で24時間で一周。 最速で22秒で一周することができるとのことです素敵な家と素敵なご夫婦愛でしたねそれではまた明日お会いしましょう